ヤッファ旧市街にある川名飯のシモンの家の入り口ヤッファの旧市街で正面に川名飯のシモンの家ナメ飯のシモンは新約聖書の使と原稿録に言及されているヤッフォーに住む川名飯職人でイエスの死後彼の教えを伝えるのに中心となったペテロが彼の家に滞在したのでイエスの教えがユダヤ人にも違法人にも伝えられただけでなく職業の非戦を問わず 伝えられたことの霊章とされる。なお、川名召のモンはコプト聖教会の聖人で、別人である。川名召のモンは、新約聖書の使徒言行録、第9章、10章で3回言及されている。1回目は、第9章で、サウロが彼の会心があったばかりで、ペテロの言公が中心で展開され、9時36分。 ヤッファで亡くなったタビタの家族に呼ばれて、ペテロが、タビタ、起きなさい。というとタビタが生き返った話の後、とある。二回目は、第十章一説で、カイサリアに住む百人隊長のコルネリウスが、天使から、と言われて、兵士に、ペテロを招くように命令する。三回目は、第十章九説で、ペテロは、ヤッフォで的良くないものも招くように幻を見てから、ヤッフォーたち、 カイサリアへ出かけて、コルネリウスに会い、彼がイエスの教えを受け入れるようにする。ペテロがなぜ自分を呼んだか聞いたところ、コルネリウスは、天使が、と言ったと、答えている。イエス自身は、ローマ帝国の手先として、ユダヤ人に嫌われている、超税人のマタイを重要な弟子の一人としている。川な飯の職業は、動物を毛や川を薬品などを使いはぐので、 当時も辛い仕事で様々な禁止事項があるユダヤ人社会では特に癒しい仕事とされていた。そうしたシモンの家にイエスの教えを伝える中心になっていたペテロが滞在したことはイエスの教えが職業の非戦を問わず伝えられていく過程を表すものとして理解されている。新約聖書時代のヤッフォはその後隣に最近できたテルアビブが イスラエルの最大都市になった現在は、テルアビブヤフコ市として組み入れられており、そのヤフコには、川名メッシモンの家と伝えられる家が存在する。ありがとうございます。